ダルヤーイエヌールダルヤーイエヌールは世界最大のダイヤモンドの一つで182カラットダルヤーイエヌールとも呼ばれる光の海の意味を持ち色は淡いピンクでダイヤモンドでは最もまれ現在はイランの宝冠の一部を成している人間の知る最も古いダイヤモンドの一つとも考えられているダルヤーイエヌールはクーヘヌール同様 ゴールコンダ王国のゴールコンダ鉱山から採掘され、ムガル町の皇帝の所有するところとなった。1739年、イランアフシャールアサのナービルシャーがインドに侵攻して、デリーで略奪を行った。この時のムガル町方向からの略奪品にこのダルヤーイエ、ヌールをはじめクーヘヌールや、クジャクの玉座があった。 これらの宝物はすべてナーディル・シャーによってイランへ運ばれ、ダルヤー・アイエヌールはそれ以降現在に至るまでイランにある。ダルヤー・アイエヌールは、ナーディル・シャーの没後はその孫、シャールフ・シャーに受け継がれた。その後、アーラム・ハーン不在マ、さらにザンド・アサノル・トフ・アリー・ハーンの手を経て、ザンド・アサを打ち破った、ガージャール長層使者、アーカー、ムハンマド・ハーンの手に渡り、ガージャール家の所有となる。 ファトフアリーシャーはその切り込めんの一つにその名を刻んでいる。さらにあと、ナーセロッティーンシャーは腕章にダルヤー・アイエヌールを配した。ナーセロッティーンは明らかに、このダイヤモンドをキュロスダ用の王冠宝飾の一つと考えていた。腕章が王宮のファッションから外れると、ブローチとしてこのダイヤモンドをつけるようになった。また、時に、名誉の木として、 好位の名士らに預けられることもあった。最終的には、時代モザッファロッティンシャーの知性までには、ゴレスターン宮殿宝物庫に秘蔵された。1902年のモザッファロッティンシャーの欧州外遊にあっては、帽子の装飾として、ダルヤーアイエヌールを用いている。パフラビー女初代皇帝のレザーシャーは、1926年の即位式にあたって、 軍帽の装飾として用いており、これは1967年のモハンマドレザーシャーの即位式でも同じく用いられている。ダルヤ・アイエヌールは現在イランにある。1965年、イラン提出所蔵宝石を研究していたカナダのグループは、ダルヤ・アイエヌールは、ブガル町のシャージャハーンの玉座に飾られたピンクダイヤモンドの一部であり、フランスの宝石ショータベルニエの記録で、 ジアマンタグランでテーブルとして記されたものであると断定している。このダイヤモンドはおそらく2つに切断され、大きい方がダルヤ・アイヌールであり、小さい方が60カラットのイラン宝石博物館にある宝館に飾られているヌーロル永遠であると考えられる。ありがとうございます。